はい、どうも皆さんお疲れ様です。ダンボンです。ダンボン実況するザ・サージ今回は第22回目ですね。続きの方やっていこうかなと思います。いよいよラスボスとの戦いになるんですけども、いろいろねレベルを上げたりとかいろいろしまして、とりあえず戦える状態には持ってきたので、なんとかこの回でこいつを倒してエンディングを見たいなと思います。まず足からね。さあかかってやがれ。痛い。いやまだね回復は取っ、まだ回復は取っ、あぶね、これ2回かな。あ、いてて、チャンス、あぶねえ。よいしょ、あぶね、これチャンス。まあ2回ですね、基本2回攻撃を。オッケー、オッケー、オッケー。右側だな。よし。痛い。この攻撃がね一番厄介です。ね、飛び込んでくるからね。 OK、 えい、スタミナ回復して、一旦ちょっと真ん中に寄せたいですね。死んだ死んだなぁ。2回食らうとダメだね。これはどっちで行った方がいいのかな。片手の方で行った方がいいのか、でかい武器で行った方がいいのか。じゃあ次でこっちで行きます。行こう。いやこいつがラストだからな、頑張りてぇな。さあ行くぜ。で、あぶね、バカ野郎、やばい、かわしていって。でもこっちのでかい武器の方がだいたい130とか入って、で2回入れられれば片手の武器よりの倍以上は入るから、序盤は これで人型になったら多分片手武器に変えた方が良さそうだな。さあ行くぜ。もうマラソンはしたくないんだよこっちは。まず左から行くぜ。オーケー、サミナ回復して一発当てて、あー危ねえ、めちゃくちゃ怖い。うわ痛い。あの攻撃一回当たるとダメなんだね。はい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 。
ああ、そういうことですか。まあまあまあ、こっからですよ。いやー、強えなー。いや、ここまで来たらね、もうほんと倒したいですよ。いや、ほんと強いわ。さあ、行くぜ。ちょっと待って。あぶねえ。ちょっとなんか角に引っかかってる。あぶねえ。でっけえカエルみたいなズレしやがって。ちょっと範囲が広くないかい？よしチャンス。おーし。あー、2発か。よし。これ2回食らうんだな、これな。オッケー。2回。まあ、この攻撃厄介だ。よし。オッケーオッケー。次は右側だな。オッケー。あ、いってー。確定だな、この2回を食らうとね。でもかわせば好きだもん。いってぇ。ほんと強えな。いってぇ。この野郎。危ねえ。で、正面で。オッケーオッケー。よし。オッケー、あぶね。よし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 。あと後ろか。いて、ちょっと範囲広くなってない？はい、で、やばい、もう1個しかねえわ。範囲ができんだよ。いらっしゃ。よし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 。この野郎。よし、で、武器を変えるぞ。あぶねえ。さあ、こっからが本番だ。マジこの人型の動きが分かんねえから。やべやべやべ。危ない。ここでドローン出せるから。これドローンで吹き飛ばせるからチャンス。そのドローンが当たれば OK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 。 この流れでいきたい。見極めよう。あのガードしても無駄ってことが分かったから。いって。
危ねえ。スタミナ管理大事ですね。右腕狙ってるぜお前のな。まあ、多分時計回りしてれば大丈夫だと思う。基本的に多分右から左から攻撃が始まったかな。ああ痛い。オッケーオッケー。ドローン出して、オッケーオッケーオッケー。横張らずに行こう。これ回復3個ぐらい残してたら勝てそうだな。オッケーオッケー。おお、その乱舞厄介だ。まあちょいちょい当ててこう。うわいってー、うわー連続だった。いやでも半分はね、半分はいけてはってことは、やっぱり序盤のデカ物、まあ、9個使えるから序盤のデカ物戦をなんとかあれだな。序盤のデカ物戦をなんとかしたいね。これでいくか。多分こっちの方が早いと思うんだよね。じゃあ第5回戦目いくぜ。気を取り直していくぜ。序盤にさ、こんな序盤にこんなのずるいでしょ。だって危ねえよ。 OK、 これ2回だね。あ危ねえ。 OK、 スタミナ回復しよう。チャンス、チャンス。オッケーオッケー、いいよいいよ。今んとこ右側行こう。あの全体攻撃のやつだけ気をつければ大丈夫。よし、オッケー。一旦距離ついて、オッケー。よし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 。おー危ねえ。 OK、 2回だな。1回、危ねえ危ねえ。これはチャンス到来じゃないか。チャンス到来だぞ。8個あるから、さあ最も理想的なところで。あぶね、魔女狩りだ。後ろに引いてあれだな。いってこの乱舞がやばい。オッケー、ドローン出しちゃうから。いけドローン、やつ吹き飛ばせ。でドローン出した後は必ず乱舞攻撃。あいて、危ねえ危ねえ危ねえ。初めての技はちょっと無理です。危ね、ランプじゃない。
これ乱舞かな、違うね。危ねえ。やばい、ドローン回復して、ナイス。あと6個あるぜ。一撃地攻撃がない限りは大丈夫だ。危ない。おお、回復。危ねえ。あと半分。ランブ？違う。いや、もう一発でもいいんだよ。オッケーオッケー。危ねえ。危ねえ。よし、ドローン。よし、ナイス。危ねえ。お怒りですか。危ねえ、下がる。あともうちょい。この飛び込みはやばいな。ランプかな。あぶねえ。よく待った今。オッケー。あー、もう一回来る？大丈夫？あー、いた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 。あー、でももうちょいもうちょい。危ない、回復。あと一個ある。オッケーオッケーオッケー、チャンス。よっしゃー、倒せた。やったー、ローグプロレセスオフライン、やったー。おおお、なんだなんだ、ムービーだ。あれ、まずいんじゃない？クリオは4日以上停電が続いたままだ。ミサイルの発射は続いているのか。あ、use drones and bots to do the exploratory work, but I want boots on the ground.I want a hardwire link established so we can view the feed as it happens. And get somebody up to low orbit. Our satellites there are picking up an unidentified particulate dispersal from the latest launch. It's inert so far, but it's completely different from their previous payloads. I want to know what it is. Mr. Secretary, we're in position. Hardline established. We've sent in drone reconnaissance units as per procedure, but we lost contact with them shortly after insertion. Strike team is moving in now.What the? Captain? Captain! I want another team in there right now!調子してんか、これは。オーレンだ。
はい。というわけで、皆さん、ご視聴いただきまして、ありがとうございました。これにて、ザ・サージ完結です。いやー、難しかったなーっていうのが、第一声なんですけども、まあ本当にね、ザ・サージ、前々からね、発売されてた当初からちょっと気になってはいて、まあどんな感じなんのかなーっていうのをね、すごく楽しみにしてたタイトルではあったんですけど、まあ、わかりやすいところで言うと、まあ、ダークソウルとか、ああいうアクション系ゲームの SF 版みたいな感じでね、よく発売当初はね、話題になってたんですけども、いざ実際にやってみるとね、やっぱ全然ね、内容も、まあ、内容っていうか、その操作性とかは全然違ってたので、やりがいもありましたし、まあ、特にね、ボスが強かったかなーって感じですかね。ブラックケロビロスと最後のローグプロセスに関しては、かなりの強敵だったかなと思います。はい。まあ、本当にね、フリープレイで、まあ、たまたまタイミングよく出てきてたので、まあ、ダウンロードさせていただいてプレイしたんですけども。まあ、本当にね、アクション系のゲームが好きな方にはね、おすすめの一本かなと思います。ちょっとね、初めてこういう系ゲームやるよっていう人にはちょっとハードルが高いゲームかなっていう感じがするんですけど、やっぱりあとはその物語ですね。もうやっぱり音声の、まあ、英語音声の吹き替えっていうかね、字幕だったりとか、英語音声もすごく雰囲気がね、出ていて、すごくとても、僕はこういう世界観のゲームはすごく好きなので、やっててすごく楽しかったかなという感じです。はい。というわけで、今回、ザ・サージ完結ということで、次回からはですね、また、別のタイトル、まあ、用意しておきますので、それをね、やっていこうかなと思います。まあ、秋口になると最新作のタイトルが続々と出てくるので、それまでは、なんか別のゲームでね、なんかやりたいゲームもまだあるので、それをやっていこうかなと思うので、楽しみにしておいてください。というわけで、皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。スタッフロールが終わるまでは、このままにしておくので、僕の方は一足先にここでお別れしたいなと思います。というわけで、皆さん最後までご視聴いただきましてありがとうございました。次回のシリーズも楽しみにしておいてください。お疲れ様です。Cannot miss what you have never seen before. But deep inside, you know there must be more. I heard a voice, but I could not follow. It was a language I didn't. Seen a lot, and it used to blind me. Was it real or just a dream? No, you cannot miss what you have never seen before. But deep inside, you know there must be more. You cannot miss what you have never seen before. Inside, you know there must be more. And as I left, no one tried to stop me. So I learned I was always as free as I wanted to be. I was always as free as a bird. I was always as free. I wanted to be, but I was just too scared.